どうもお疲れ様です。早川です。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。で、今日はですね、まあ昨日の前回の続きなんですけど、ここに今村人ゾンビが来まして、見つけまして、でそこを確保して治療して今ここに投げております。で、実はですね、ここに大きな大穴が開いているのを気づいてもらえるかもしれませんが、ですね、この今見てもらって、実は放置していたら、ここで放置していたら、ここですね、ここがもう なんでか知らないですけど、なんか崩れていて、多分この大きなクリーパーだと思うんですが、クリーパーが何でか知らんけど爆発して、全ロス騒ぎになっていました。こいつらはこのまま流されて、この下でのホッパに回収されてたんですけども、装備、まあダイヤの装備ありましたよね。ダイヤの装備もなくし、唯一大切にしていた、トライデントがなくなっております。トライデントはまあ作るとして、一旦ここを修復して、で一応放置していたんで、ちょっと回収どれぐらいできてるかっていうのを見たいと思います。まあツールとか回収するときにチラッとは見たんですけど、まあこれですね、火薬とかこんな感じでまあ取れてますね。で、村人を置いたのがちょっと前っていうか何分か前なんで、ちょっとそれでも様子を見たいなと思っておりますが、トラップをちょっと修理したいのもあるんですが、ちょっとアイテムが揃わないかもしれないので、ここに一応ネザーレンガをちょっとネザーレンガブロックを準備して、ちょっと土とか足りなかったネザーレンガでここもちょっと修復はしたんですが、ここをちょっとネザーレンガで埋めたいと思います。一旦土がそんなにないんですよね。もしかしたらダイヤ装備着とるやつがいるかもしれないですよね。ダイヤ装備着とるやつが、その奪われたやつの可能性も高いので、この中をどうやって修理するか、一旦ここにトラップドアを置いて周り注意しながら、これ作る時も一回りもうちょっと大きくしてもいいのかなと思うが、これが中だな、中のやつが、中のトラップドアが、ちょっとここにも、まあ土の方がいいか、土を一旦置いといて、で、これは多くのトラップドアだな。じゃあちょっと崩しといて、でこっちが頭皮そんなにないんだよな。ちょっと戻っての、頭皮か、ちょっと待った、
と待って、樽この2つしかないのに、なんで釣りの村人さんはこんなにいんの。柵も修理したいので、柵もちょびっと持っていっての、何がいる、頭皮の原木、頭皮の原木は、頭皮の原木は、あん中だな、多分。当分入ってないんで、敵が出てきてもおかしくないんですよ、時々。頭皮、頭皮、頭皮。トラップドアって何個いっけ？4つあったらいけるか。あ、待って、トラップドアあるんじゃねえの？トラップドア、これか。あら、あるあるある、作らんでみよう。トラップドアはあった。頭皮あった。何個かな？そんなにいらない。で、これも1個だったけども、1個。1個あれば1個。うん。これで直せれば。あ、トライデントも全然作っとくか。トライデントの在庫あと2本、2本か、2本しかないか。トライデントの在庫あと2本ですね。これはきつくはないが、まあ敵が出てくる前に直してしまいましょう。まあ出てくるけど多分、はいはいはい、いないね。で頭皮、これ一応トラップは修理完了と。まあここら辺も、ここら辺やりたいけどな。まあ村人だから、まあ、スケルトンとかに抜かれることはないんですが、ないんですが、ちょっと一旦多分放置すぎて、多分あいつが現れる気がするので、ファントム一番厄介なんです。何？何の音だ？お前らか。席をもらっとこう。はい。食べ物。食べ物が必要ですね。
あ、そうだ。攻撃すればいいんだ、攻撃。攻撃しましょう、攻撃を。そうですね、攻撃がありましたね。攻撃をしましょう。はい、売りに来ましたよ。今度は帰ればいいでしょう。で、食べ物、食べ物、食べ物がいります。ここの修理はまあなんじゃなくてきたけど、ここだな。ここやるか。どうやってやるかな。まあ先にここですね。で、下からやりたいが、どうするかな。クリーパーとかは引っかからないけど、見えてないはずなのになんでこっち見るんだよ。あれ、穴が開いてる気がする。そろそろここも考えにいけないですよね。しか見せなかった気がする。僕のこれは変わりはない。こっちもこんな感じですね。こっちはクリーパーが主にクリーパー狙いだったんで、まあクリーパーとゾンビの肉が欲しい、腐肉が欲しいぐらいですかね。で、この腐肉で何をするかと言いますと、まあなぜ腐肉がいるかと言いますと、腐肉でちょっと今まで放置していた理由は、ここにある腐肉もちょっと全部持っていきましょう。ここに全部避難させてる腐肉ね。ここにある。で、これでまああれですね、あの襲撃者のカラフル襲撃者の塔の隣あたりにある、あ、これも拾っとこう。隣にある
この家の隣にあるやつ、ここですね。ここでこの人と腐肉の交易です。これでエメラルドをちょっと増やしていきたいと思って、それでツールを復活させようかなと。まあ、あ、この向こうの向こう、こっちか、こっちにある桜のバイオームにある町のスケルトントラップはまあ主にまあ経験値ですよね。こうやってこっちは経験値は手に入らないんですが、腐肉とかあっち系がいろんな火薬とかが手に入るので、まあ今エリトラを手に入れている状況で、まあ、逆に役に立つかなと。まあ1日ぐらい放置しての、火薬の量なんで、まあいいんですけども、今考えているのがここめちゃくちゃ湧いてるんですよね、ここも。ということは、増築してもいいのかなと。同じ大きさで結構見ての感じゾンビと結構湧いてるんですよね。で、村人にこれを寄ってくるし、どっちかを作るか。でもこっちはめん大変なんですね。で、こっちの方が手っ取り早いのかなと。こっちは今3層、一番下にも1層あって2層3層なんで、3層のモブ、敵モブトラップなんで、上に上がれるようにここに階段真ん中に作っての、もう一個同じようなやつを作るっていう感じもいいですよね。作ってみるかな。でもそんなにでも大量にここにいるかなっていうのもあるんですけども、再度こう、多分これで結構取れるんではないのかなと。腐肉結構いりますからね。まあ結構、まあ最初の村はまあまだ発展させてもいいんですけど、このあっこの敷地とかまだあるんで、スニッファー1匹っていうのちょっとかわいそうなんで、もう1匹欲しいんですけど、まだ卵が見つからないのでね。ああそうだ、これもやりたいんですよね、こっちの。この、何でしたっけ、このフラワー。何フラワー？トーチフラワーの自動回収機。この以前の、ここにあった、この、ウズボカズラの回収機は、まあまあ成功しましたね。自動回収機は。で、こいつは逆に背が伸びないんで、どうしたらいいかな。この回収機も作りたい。この回収、このも新しい、このバージョンに追加された素材はまだ以前のワールドとかで作ってないんで、
あれ、わからないんですけども、まあ、ウツボカズラができたなら同じような要領で作れるのかなと。でもあれ、ウツボカズラのやつ、時々バグってましたからね。何が原因でああなったのかがわからないですけど、まあ、夜です。あ、夜だからちょっと放置してみよう。一回寝たから大丈夫だ。ちょっと放置してみよう。はい。土ないね。土ないのかい。石はあるのか。じゃ石をここに積んで。そうだ。ここを掘って、多分めちゃくちゃ寄ってきてますよね、あれ。いい感じに寄ってきてるんじゃないですか、これ。音が聞こえるから。ここの倉庫にあるやつは何か作れないかな。結構聞こえるんだけど、効率良くなったんじゃない？これ。どっちの効率が良くなってんの？結構モブ、敵モブ湧きますからね、ここのエリアは。落ちてんな。多分どっちかが落ちてんな。多分こっちだな。釣り人も増やしてもいいのか。釣り人でしたっけ、糸は。糸は、逆にやりたいことがありすぎて、どれからやったらいいのかが分からなくなってくマイクラ時間の、一晩で結構たまるんじゃないですか、これ。腐肉が結構たまるような気がして。これは今度はちゃんとツールが作れるんじゃないかな。ここにちゃんと閉じこもっとけば全ロスすることはない。蜘蛛持ちたの。今までは蜘蛛の糸とかは蜘蛛の巣からクラフトして糸を作ってたんですけども、今回か、このいつからかわからないですけど、蜘蛛の巣から糸がクラフトできなくなっているので、やっぱり今度はクモスポナートラップが必要になってくるのかなと。クモスポナートラップだったら、まあ簡単にできないこともないという。まあ前のバージョンで一回作ったことがあるんですけど、でもそんなに使わなかったんですね。スケルトンもした。スケ
ケルトンをたまたま落ちたの。うん、経験値欲しいよな、こんな落ちるんだったら。経験値、やっぱり攻撃しないと経験値落ちないですよね。経験値落とすのはなんかないかな。経験値トラップって言っても攻撃しないと経験値落とさないから、まあパソコン版だったらなんとかなるかもしれないですけど、ゲーム機なんで、ゲーム機をまあ何かしらせんにゃいけんってことですね。激流作った気がするんですけど、激流どこに置いたんだ。激流なくしたのかな。激流あれば今エリトラとかを持ってるから逆に面白いかもしれない。そろそろ慣れる装置低くなった装置。これはいらない。低くはなれるが、まあこれを置くことでクリーパーしか入ってこないトラップとか作れる。そろそろじゃないですか。ちょっと楽しみだな、この人をこの夜の間に分だけ溜まるのか。こっちは暗い、こっちは、ちょっと明るくなってきてんのかな、変わってないのかな、わからないですね。なんかないかな。あ、防具着とった方がいいわ。防具は着とこう。まあ何かしら革防具でもいいか。じゃないとダメージ食らいますもんね。まあ普通だったら、あの全ロスとかした時にあのショックを受けるんですけども、普通だったらまあ掘りに行けばいい話なんでいいんですけども、掘って作ればいい話。こうやってエメラルドを貯めて、でも逆に、あ、なんかだね。エンダーマンすごいワープするなこれ。なんか。もう晴れたんじゃないかい。ちょっとエンダーマン一体じゃないぞこれ。エンダーマン一体じゃないぞこれ。
ちょっと見てみよう。いない？いや、近くにいるな。声がするもん。じゃあさて行ってみましょうか。さあ村人トラップ、村人トラップじゃない、おかしい名前になってる。村人さんがこっちっていうかあっこに立ってどれくらい取れたでしょう。一晩ですね。22か、1個置いてあったっけ。22、うん、まあまあですね。まあ一晩で、こっちもさっき回収したのでこっちは3、うん、なんで来たらいっぱい行くね。何？何が起こってる？なんだ？まあさっき3だったからな。3だな。うん。さっき2か。1個置いてて。うん。ゾンビ系統にはこっちの、うん、こっちのトラップ。ゾンビにはこっちのトラップですね。このトラップが有効的で、クリーパーとかは多分こっちとか、まあゾンビ以外、ゾンビもまあ取れますけど、こうやって落ちていきますけど、一応クリーパー、猫ちゃんがいるのでクリーパーには対有効的だ、有効的というか、まあクリッパー狙いではいける。こっちの方がゾンビの回収率は OK、 こっちはその他のモブですね。まあ平等的に。でもゾンビとかはそんなに取れてなかったんで、ゾンビ欲しい方はこっちをおすすめって感じですかね。でこっちはもうここがちょうどあの確実にこの感じでクリーパーがじゃあいっぱい取れるのかっていうとそうでもないですね。多分この場所が結構見た感じっていうか、以前からあのちょろっと見たクリーパーの出現率多いんですね、この場所。ということは場所によってもしかしたらこの同じシステムでもクリーパーがそんなに出てこないエリアとかあるかもしれないです。クリーパーそこまで影響されないと、バイオームに影響されないと思うんですけどね。うん。でもクリーパーめちゃくちゃいたりするからどうなんでしょうね。火薬欲しい、早く、まあ欲しいか。うん、うん、まあそんな感じですかね。ちょっと今じゃあこの手に入れたフニックでちょっと攻撃をしていきましょう。あれ？
視聴者さんにちょっとお聞きしたいのですが、職業ブロックって村人一人に対して一個じゃないんですか、これ。え、ちょっと何体できるの。確かに、あっちですよね、湿地帯のところでも職業ブロック1個しかないのに結構いて、そこに群がってる、まあ動画上げてるんですけども、これどう見てもみんなその1つか2つの職業ブロックにみんな集まってきてるんですよね。ちゃんと奥の村人さんもちゃんと職業ブロック使ってますし、手前も使って、他の人たちも、え、どういうこと。なんか職業ブロックって確かに、ちょっと待って、この人もしかして、あやしさん、そうなんだ。ちょっと待って、クモの巣を、え、職業ブロックどうなってんの、今どうなってんの、これ。一つなの、これ。一つに一人じゃないの。ちょっと困惑してくるんだけど、どういうこと。どういうこと、これ。何か起こってる。一つでこんだけできるなら逆にまあ便利っちゃ便利だけど、便利なんだよ。1,2,3,4,4,4人で中に1人いるから5人。便利なんだけどさ、いっぱい作りたい方だじゃん、1個で。あれは確か沼地は石工さんでしたよね。こっちの石工さん増えてんのかな。あれ石工さんじゃない、地図か。あれ石工さんは問題ないと。で、革職人さんこんだけおるけど、まあ6個ありますからね。6個にありますからね。まあいてもおかしくないんです。革職人さんはこんだけいてもおかしくない。で、肉屋さんわーって寄ってここにあるけど寄ってくる素振りもない。この釣り人さんたちと釣り人さんたちと釣り人さんたちと、紐を回収して、地図職人か、地図師が余計に増えすぎている。何？なんかの設定が変わってる？これちゃんと行くんですよね。
みんな群がってますもんね。なんだろう、まあいいや。まあ便利っちゃ便利だけど、そんなに増えてほしくないものが増えてる気もする。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。まあこの村人さんが増えている、増えている村人さんというか釣り人が2つ、まあ2つあるんですけど、あっこに群がっている理由が、まあご存知の方はコメントで教えてくれたら幸いです。それではまたお会いしましょう。